食べななくくてていい、いい、飲まなくていい眠って眠ってさようなら2015年9月 NHK スペシャル「老水士穏やかな最後を迎えるには」という番組が放映されましたその中でロ過ホームでの自然な看取りの模様が取り上げられました 93歳の女性中村糸さんは入所3年目でした認知症が進み意思表示はできなくなっていましたがご家族の話によると元気な頃には亡くなったお父さんと同じように自然な最期を迎えたいと言っていたそうですそこで延命治療は一切せずその時が来たら ホームで見取りをしようということになりました。食事は食べやすいように加工されたえん下食にして、介護士が介助して口から食べていました。けれども、食事の途中でも、とろとろと眠ってしまうようになりました。亡くなる一週間ほど前からは何も食べなくなり、一日の大半を眠っていました。 水を飲ませようとしても飲み込めないので、水分を含ませたスポンジで口を湿らせました。最後が近づいたことをご家族に知らせ、ご家族と職員が見守る中、数日後に静かに息を引き取りました。私は死亡診断書の死因の欄に、老衰と記しました。 漏水が進み、いよいよ最後が近づいてくると、皆さん食べなくなります。食事介助のうまい介護士だと、口に入れることはできます。しかし、なかなか飲み込めないのです。食事中にうつむいて眠ってしまうということもしばしばあります。これは、漏水末期に共通する特徴です。 体がもう食べ物を受け付けなくなるのです。終わりの時が近づいているというサインです。ですから我々は無理には食べさせません。生理学には、オメオスタシス、向上性という概念があります。生体には、細胞の環境である体液の組成、温度、 濃度などの条件を一定に維持する自動的機能が備わっているとする考えです。生き物が生存の限界に達し、その命が消滅するときは、遺伝子に仕組まれた仕掛けにスイッチが入り、体液の条件を維持することを停止します。生態自身が自動的に 生命現象を収束させるのです。これが自然史の仕組みです。<music> その時苦痛はないのか自然な見取りをするかどうかをご家族と話し合う時、多くの方が心配するのは苦しくはないのかということです。 私はロカホームの常勤医になることが決まった時に緩和ケアについて再勉強しました病院勤務の時代に大腸がんが再発した年配の女性が最後の時を迎えられ大変苦しまれたことがありましたその時に息子さんから「もっと麻薬を使って痛みを止めてやってほしい」と言われたのですが 十分なことができなかったことに対して忸怩たる思いがありました。その反省から必要なときは効果的に痛み止めの麻薬が使えるようにと準備をしていたのです。